さあ、テーマいきますか。ねえ、どうしようか。はい、なんかやりたいのある。やりたいの、うん、このトロッコ問題どうすか。トロッコ問題知ってる。トロッコ問題あれですよね、一人助けるか五人助けるか。ああ、そうそうそう。ああ、それですか。うん、どうする。へー、正解俺知ってるんだけど。あれ、正解とかあるんすか。あるんだよ。どうする。五人助ける。あ、まずさ、トロッコ問題って、まあ、今ホーリーが言った通り、はい、あのトロッコが分岐してる、はい、ね、で、あの資材とかさ、木炭とかさ、まあ、木炭じゃねえや、石炭とかですかね、ね、はいね、はい、石炭とかさ、運ぶトロッコが、まあ、分岐するんだけど、はい、分岐する先に従業員、まあ、あの一緒に働いてる仲間5人が先にいる道と、はい、ちっちゃい男の子がいる道とかあって、はい、もうそのトロッコが、まあ、だから事故で故障しちゃってて止まれないわけよ、はい、で自分は止める術があるんだけど、止めるっていうのはどっちかに分岐できるわけ。あ、はい、うん、で片方は仲間の5人、そういうあれがあるんですね、うん、設定じゃないですけど、そう、片方はちっちゃな子供ですけど、どっちかしか助けられないと、はい、究極の選択なわけです、うん、で、どっち助けるの。難しいですね。それを答えたらゲームだよ。難しいですね、うん、でも、まっすぐ行ったら自分だけ死ぬってことですか。いや、自分は乗ってるわけじゃなくて、そのカチャって、あ、線路変えるやつの前に自分はいるわけ。なるほど。判断は自分だ、うん、自分はでも、あの事故るとかそういうんじゃなくて、うん、どっちかしかもう進んでるトロッコを止める術がないから、えー、うん、どっちかはぶつかっちゃう。はい、どっち助ける。男の子。お、なんで、なんでだろう。でも仲間なんで、うん、そのもう5人の方は、うん、やっぱりもう自分を信じてくれる。ね、信じてやられてくれる。はい、なんていうんですか。おーい、その表現合ってんのか。信じてくれるっていうのは、うん、その一人の男の子を守るためだったんだっていう。ああ、理解してくれるね。理解してくれる。はいはいはい。ホーリーはどっち派。じゃあそもそも愚問なんですよ、これが。うん、うん、でもそもそもまずなんでトロコに乗ったのっていう話から始まるじゃないですか、うん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 、ねえ、ね、そのね、物を運ぶのにめっちゃ崩れ始めた場合。いやいやいや、こういう番組でしょ。いやいやいや、ね、だからそもそも人が乗って、うん、さらにその先にその5人か1人がいるわけでしょ、うんうんうん、逃げれるだろうって思うんすけどね、うんうんうん、5人とかだったら、うんうんうん、1人分かんないですよ、もうなんかもう動けない状態になってたら、うん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 、だからもうなんかね、あの問題を見るたびにね、悲しくなってくる。あ、まあ究極になった時にどういう判断をするかって遊びだからさ。まあ、そうですけどね、うん、で、どっち助けるの。いや、僕、まあ人少ない方がいいんじゃないですか、死ぬんだったら。おう、うん、ってことは仲間に肩寄りするわけだ、まあ、カノンと逆だ。そうですね、逆ですね、うん、正解教えてあげようか。はい、危ないぞーっつって両方避ける。ずるいんだって。ずるい。だって両方助けた方がいいじゃん。今その話をしてなかった。ひどい。運輸安全委員会とか持ち出そうかなって思ってたぐらいよ、こっちは。そもそも論で。でもこれは、うん、まだほら危ないぞって避けられるけど、うん、溺れてるケースあるじゃん。はいはいはい、はい、海で自分の妻と子供が溺れてます、はい、でどっちかしか泳いでいけないから、どっち行くって話、うん、でね、これ統計取った人がいて、はい、80% 妻なの。あ、そうなの、うん、子供じゃなくて奥さんを助ける、うん、だ8割の人は子供じゃなくて奥さんを助ける。へ、なぜかって言ったら、やっぱあの自分の妻、愛してる人を子供っていう認識はあのしないんだって。やっぱ奥さんを好きになって作られたもんだからっていうんで、とっさにやっぱ奥さんに行く。へ、女性はどうなんだろうね。旦那と子供だったら絶対子供じゃないかって俺も思っちゃうけど、うん、男性はね、奥さんなんだってさ。
でこれも両方助けて結構厳しいじゃない、時間的な問題もあるしさ、うん、どっち助ける、あ、ごめん奥さんと仲悪かったんだ、そうなんだよすげえ悩んじゃうなでも子供いねえんだよなそうだよね、あんさんどっちなんすか、俺助けだ助けてくださいよ、でもうすうすガンジさんそう答えるだろうなって思ったえ、そのためにスイミングスクール通ってたから、あ、なるほどね、やっぱり泳げるに越したことないですよやっぱりねちゃんともうそういうことがあってもいいように育ててる水泳の授業ちゃんとみんな受けようね、はい、いやでもほら救急ってさ、慣れてない人、一般の人って、うん、助けに行ったことでその人溺れちゃうケースすごいあるんですね、助けになってますね、そうそう、だから結局なんか、まあ、できないことをするのは良くないよって話にもなっちゃうとあれなんだけど、うん、自分でそういう覚悟というかさ、準備してればね、うん、まだいいんだろうけど、はい、普段泳いでない人が服のまま飛び込んでさ、水浸しになって重さでさ、うん、泳げなくなって、まして川なんとかさ、うん、無理じゃん、はい、だからなかなか気持ちは多分行きたいって行った方がいいと思うんだろうけど、うん、実際難しいよね、そうなるとね、救命活動っていうのはさ、うん、なんか波もそうじゃん、海の波さらわれたら戻ってこないじゃない、うん、ドバーンって、はい、あれどうするのが正解か知ってる、え、なんかあるんですか、うん、正解は、波にだからあの海岸っていうのは、あと岸の方にいてさ、高波にバーンって来ました、うん、でザッとさらわれるじゃん、うん、正解あんのって、どうすると思う、じっとする、お正解、なんかねもがくと上行くだか下行くだか分かんなくてぐるぐるしちゃって、海底の方行っちゃったりするから、無抵抗でこう浮かんでればこう戻ってくる、引いた分戻れるから助かる可能性あるんで、何にもじゃあしない方がいいんですね、うん、これ実際ね、あの俺も聞いた話だけど、軍艦島っていう今世界遺産の、そう長崎にしたっけ、うんうんうん、あのそれも炭鉱だっけな、炭鉱のね、うん、そういう、まあ掘るために一棟、みんなが一時過ぎ住んでた場所があって、はい、でそこのヘリをある男の子が歩いてたんだって、うん、そしたら台風の高波がワーンって来て、うん、でそのヘリ歩いてた時にさらわれちゃったの、うん、もう俺ダメだと思って諦めてプカプカ浮いてたら、波が3回ぐらいでもらったら岸にポンって戻ったの、実際経験した人いるの、そんなコントみたいなことあるんですか、うん、だからなんか無抵抗の方がいいらしいわ、無理になんかあどうしようとかなってバタバタしないで、うん、もうスーンってスーンでもすごいですよね、諦められるって、あどうやっぱもがいちゃうよねその場になったらさ、うん、じゃあ世間の荒波も無抵抗の方がいい、そうそう、だから俺は抗ってない、うん、どの口が言うのびっくりしたわ、抗れまくってんじゃん、抗ってるよね、抗ってる、抗ってるからもう人生溺れてんだよ、そうなんですか、めちゃくちゃ笑うな、ありがとう、え、カノ抗ってないの、カノは抗ってないんじゃないですか、そうだよな、何でも受け入れるもんね、うん褒めてないからねうーんじゃないんだよ、多少は抗った方がいいよ、抗っ、でもどうだろう、19とかでなんか抗ってた、19でも一番尖ってる時代だよね、大学行ってなかったとかありますね、あーあーなるほどね、うん、なんかやってた19ぐらい尖ってやる、でもやっぱり高校卒業していろんな遊びを覚えるじゃないですか、うん、パチンコだったりとか、うんうん、スロットだったりとか、うんうん、一通りやりましたね、ああそれを、まあ毎日何の目的もなく行って、はい、そうですね、買ったらいいもん食ってみたいな、住居、はい、俺何してたっけな、もう覚えてないな、30年前だから、でもお二人の高校とかってヤンキーでしたか、うん、あ俺でも不良ではなかったよ、真面目な方だった、周りはそれね、俺はね工業高校だったの、うん、あの新宿、都内の新宿にある、うん、で入学した時から考えると卒業した時は10分の1だったね生徒。
ほとんどいなかった。ビーバップみたいな、うん、やっぱそういうね、なんつうの、勉強嫌いできてて就職するような、まあ、形のねとこだから、そんな学ぶより現場行った方が稼げんだよね。まあそうですよね、金欲しい時期だし。だからバイトちょっと始めましたよっていう人がもうそのまま仕事ばっかり行っちゃって学校に来なくなるっていうケースが多かった、うん、ただまあどうしてんのかね、そういう人たちは分かんない、うん、やっぱ学校は行った方がいいとは思うんだけどね、なんとなくなんか勉強だけじゃないじゃん。そうですね、コミュニケーションの場というかさ、あのいろいろそういう何、順位つけられる世界で生きる術とかも学べるから、まあ、俺は大事だと思うんだけどね、そこら辺。なんか一時あったじゃん、なん何順位つけない運動会でさ、あーなんかありましたね、うん、全員一等賞とか意味わかんなくね、うん、そんなんで育った子が世間にいてたらみんな平等なわけないから、急にこう荒波にそれこそボーンと放り出されるわけじゃん、怖くない？そっちの方だから無抵抗で生きてくれるじゃない。無抵抗でまあそうね、そうだね。確かにそうか。無抵抗で生きてるのが楽しいか、それ楽しくはないですよ、ただ安全に生きていきますよ。まあね、気持ちは全然わかります。やっぱりね、荒ぶりたいと思いますしね。僕も学校、普通の本当に学校で、うん、ただあの私立なんで、そのなんていうんですか、あの教会でお祈りしたりみたいな、うん、そういう時間もあったりとかしたんですけど、うん、やっぱりなんかこう教会っていうのは、そっち系なんだ。そっちの学校通ってましたね。え、もう家族がそっちなんだ。いや、そういうわけじゃないですよ。あ、たまたまそういう学校だったんだ。いわゆるあのお受験の、あ、そういうのが好きな母親だったので、あ、そう、無抵抗でそのまま入って、もうガンジーみたいじゃん、無抵抗主義ですみたいな。歩くの苦手なんで、そこじゃねえよって。ガンジー知ってるな。教科書に載ってましたよね。もう絶対知ってない話だよ、学校の勉強してないだろ。そうですね、そうですねって言っちゃったけど、得意ではなかったとかしてないですね。そんな正直に言う、いいアイドルいるんだ。いやいやいや、これも無抵抗ですから。でも最長とかですよね。最長？あれ最長とか言いません？最長っていう方はいた覚えはある。お坊さんだろ、うん、はい、なんで急に最長出てきた？あれ、そんな上の考え絶対バカってないわ。ガンジってインドの人だよ。あれじゃねえ。勉強しろ。ガンジーと勘違いしてない。あ、ガンジー。あ、はいはいはい。お恥ずかしい。失礼しました。カットカット。そういうわけないじゃん。しないです。あ、話が面白いとか好きになるか。おお、カノン聞かれてますか。うん、聞かれてます。俺がそれを本人に言うけど、どういうことだ。どうしよう、どっちがいいかしら。他に誰にどう聞くんだよ、この場で。私が一番話面白いのよね。っていうやついそうですよね。お前の話いいんだよっていう。話ほら、なんか続かないやついるじゃん。はい、困んない。あー、まず話が面白いとか好きになるかって言ったら、一つ魅力的なポイントです。好きになる、うん、うん、でも、ね、例えば順番、例えば顔がいい人がいいとか、うん、なんか優しい人がいいとか、もちろんね、魅力的なポイントであるっちゃ分かるんだけど、はい、うんうん、なんだろうな、質問に対して Q&A ができてねえ気がするのは俺だけかな。いや、今ね、うん、俺見たことない真顔で俺にまっすぐ見て、うん、ですみたいになったから、びっくりしちゃった。これも後で切り抜きですか。そうか。え、好きになります。はい、で、だから、男性を好きになる要素としてトーク力ってあるよねってこと。はい、うん、お、すっげえ返事して今見てるファンがさ、はい、やべえ俺話下手だけどってなったらどうするの。うん、それはなんかいろいろ考えまして。考えましたね。じゃあいろいろ考えた結果をまず我々は聞きましょう。いろいろ考えた結果の答えが、はい、話が面白いとこっていうのは、面白いっていうのは一つ魅力的なポイントになるっていうのがカノンの答えです。いや、さっきも聞いたよそれは。それだけだと嫌だよって話でしょ。
そうです、それだけじゃないよっていうことだったり、プラスにはなるけど、それだけじゃないよっていう。すっげえかっこいいとこだけど、口下手はどうする、はい、自分のタイプ、顔がめっちゃタイプだよってなってんだけど、はい、もうほとんど喋んない。あ、ただいまって言っても、うん、ご飯どうする、うん、どうする、どうなんだろう、もうほとんど会話がない。ちょっと寂しい、ね、やっぱ喋ってほしい、はい。じゃあその喋らない男を喋らせたいか、喋る男に変えるかだったらどっち？喋らせたいか喋る男、うん、だからまあ喋ってもらえるように、もうもともと全然喋んない男をこう喋らせようと努力するのか、はい、それとも最初から話面白そうな人だったらどっちする？でも好きになった人だったら、うん、どっちも本当にいいかもしれない。そういう優等生な答え求めてみな、うん、全然面白くないな、でたちなみにあれだな、あのどういうのが話面白いと思う？どういうの話面白い？笑わせてくれる系か、 あのうんちくっていうのかな、知識がある系か、知識がある系、おインテリアな感じがいい、はい、どちらかというと、どこを街歩いてて、あれああやってできてんだぜみたいな、うん、そうなんだって言いたい、はい、まあ、結構のこと知らないもんね、はい、自分のスタンスというか、うん、基本的に自分からあんまり喋るタイプではないので、うん、普段。あ、そうなんだ、はい、今頑張って喋ってる、頑張って喋ってるめっちゃ笑っとるやん頑張って喋ってる。でもここで頑張ってないですって言われたらそれはそれでショックじゃないですか頑張ってますし、うん、ここもあの、うん、なんていうんですかね、日常的にいっぱい、うん、こう自分からっていうよりかは結構聞く方が落ち着くので、ああ聞き手の方がってこと、はい、みんなでじゃあ話聞いてあげるってことは。あ、そうです、聞き手の方が普通はいいんだ、はい、じゃあ、 あまり自分がトーク振ったりとかしない。そうですね、でも回す勉強しないとこれからほら、はい、芸能界で生きていけないかもしれない、はい、それは頑張ります頑張ります。もともとの基本的なスタンスとしては聞く、うん、なるほどね。ホーリーなんかどう？喋る女、喋る女性ですか？うん、いや好きですよ。なんかこうデートしてさ、はい、ずっとトーク切れないのがいいのか、はい、もうお互いのリズムできてて、うん、自然体で、うん、もう会話はないけどもうゆったり過ごせる友達。仕事がもう喋る仕事じゃないですか、うんうんうん、プライベート黙ってたいんですよ。おー、ほう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 、ってなってくるとずっと喋ってる人の方が好きですね。ああ、まあ黙ってんよりは繋いでくれてればいいから、うん、そう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 、じゃあカノンダメじゃん。いやただいいですか、一言いいですか、僕が今ここでダメって言っちゃうと今後に支障が出るのでダメではないです、はい、だって話聞きたいんでしょ。話聞きたい、うん、話してほしいんでしょ。そうですね、ダメじゃん、どうしようかな、どうしようかな。でもあの沈黙が嫌な人ではないので。そうそう、だって普通にだポイントだもん。君らなんか焦りがすげえなおめえのせいだよガンさんはどうなんですか？何が？これどっちでも大丈夫。あ、ひどい答えてくださいよ俺だって自分も喋るし、うん、そうですね、うん、なんだったら聞いて、ほらカウンセラーもやってるから相談っていうのはすでにあるから、うん、もうどっちでも本当に大丈夫。カノンもどっちでも大丈夫。お前さっき近くで言ったんじゃどっちでも大丈夫聞き手だっつった。どっちでも大丈夫ですよ。でも聞き手ってさ、なんか相談受けたりとかそういうのなんか相談受けたり、なんか、こういう話があったよっていうのを、うん、うん、そうなんだって聞いてる感じ。相談もされることもありますけど、うん、カノンに相談することあるの？はい。解決する？解決っていうよりかは自分だったらこうするみたいな。ああ。自分の意見。なるほど。経験談からこうした方がいいんじゃないみたいな。自分だったらこうするけど、うん、こうしてほしいとかも言わないし、うん、その子は好きに選べばいいなって。そしたら相談した意味ないじゃん。自分にやればって、うん。そういう考え方もあるんだっていう一つの
切り口になるかもしれない。なるほどね。なんか女性はとりあえず喋って自分がスッキリすればいいみたいなとこあるじゃないですか。うんうんうん、あ、ちょっと思うことがあるんですね。うん、だから会話してくれたことが嬉しいし、うん、別にそれで解決しなくても喋った人は喋った人でそれでスッキリするからいいみたいなのはあるよね。相談ってそもそも答え合わせだからね。なんかまあもう大体悩んでるっていう段階では人に相談しないの本来人って、うんうん、既に答えがじゃあ、3択のうち1個は決まってますと、うん、で自分はその123のうち1の答えなんだけど、うん、相談した段階でどういう答えが出るかを聞いてるから、うん、自分の答えがこの人と一緒だろうか、まあ、世の中と一緒なのかを答え合わせしてるみたいな。だから何のどう答えたとしても、まあ、今ホーリーが言った通り話が聞いてもらってる段階で大体もう解決しちゃってるから、正解を求めてるわけではないよ、うん、本当に悩んでたら質問になりますよね。そうそう、もう多分ね本当に悩んでたらね人に相談そんなしないね、うんうん、できないと思うね、うん、だって専門的じゃない人にそういうこと聞いても分かんないじゃん、うん、実際問題は、うん、例えばさっき俺ちょっとね最近熱中症になっちゃったけど本当はお医者さん行ってさ見てもらってね、はい、お薬もらうならまあいいと思うんだけど、まあ俺は家でぐっと耐えて、うん、高熱が上がったの下がるまで待ってで結構食ってみたいな治し方したんだけどね、本来やっぱ知識がある人にさ聞いた方がいいわけでしょ、はい、そうですね、お医者さんっていう、うん、困ったらやっぱ俺も行ったと思うんだよね、うん、まだ自力でいけるから、1個だけ確認ですか、うん、保険証ありますよね。あるよお前何だと思ってんだよ。いやいやいや、なんでホーリーがドラム缶で生活してても保険証あるんだよ。やめろよ公共の電波だぞ、本当に住んでるって思うやつもいるだろ家だよあ、ドラム缶って家って書いてある。書いてドラム缶にそもそも住んでねえんだってもうお風呂も一緒でいいやみたいなあ、星が綺麗だなんじゃないのそれはまさしく南国の方が似合うなやっぱ海好きでしょ。いやいやいや、ドラム缶のお風呂は冬の方がいいよね。あの湯気がさーって脱いだ時寒いじゃねえかよ。寒い寒いって言いながらドラム缶のお風呂にジャブンって入ってあったかいっていう方がいいじゃんそこに戻ってくるんかい超保険証ありますよ、うん、困ったことに。いや、ボケやがで、はい、だから専門的な人ちゃんと話を聞くのが本来やっぱいいだけ、友達に聞くレベルだったら、はい、そんな悩んでるとはいえ、うん、話聞いてほしいぐらい、うん、だからあんまこう力入れてなくても大丈夫です、うん、ね、うん、話が面白い男はこれで好きになりますかね、うんポイ順番で言うポイントは低いそうです、皆さん。いやいやいや、どっちでも対応かなんで、本当に、うん、でも順番で言うと下の方でしょ黙ったっていうことはそういうことだからね。今分かってない顔だったよ。あ、本当ですか、うん、話がつまんないやつはどういうやつ、ちなみに自慢とか、はい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 、できたりとか、うん、あとはカノンのこう、うん、意見というか、うん、を求めてくれないとか、カノンと話してるんじゃなくて、ただ単にわーって言われちゃうと嫌だかもしれないです。あ、話してくれても。でもさっき好きだって言ってたさ、インテリ系ってそういう人多い。なんだ、一方通行の人多いよ。知識わーって言ってだからお前はダメなんだみたいな、うん、なりやすい人多いよ。難しいですね。あんまり考えたことがなかったのかもしれないです。ああ、そう。相槌が上手い人がいいんじゃない、やっぱ。相槌。うんうん。あ、そうなんだ。あ、これねみたいな感じでちょっと入れてくれるぐらいがちょうどいいってことでしょ。違う。違う。全員否定。違うな。それは違うなと思って。うわ、すっげえ傷ついた。相槌もさ、その感じで好き度合いが変わるんだって。え、うん、そうなんですか、うん、だから、なんだ、話聞いてない時の挨拶したんだ
生返事的なこと。はい、うん、うん、そうだよね、爪いじり始めたみたいなの、うん、それはもう絶対相槌じゃないから、うん、そうですね。で聞いてる時の相槌ってやっぱり目見るんだって相手の。へえ、うん、今爪いじってって言ったけど、はい、もう他に意識してる相槌はつまんない時だから気をつけな。はい、はい、はい。まあそうか、話面白いやつな。でも家で黙ってると俺疲れちゃうかもな。家でも喋ってたい派ですか。喋ってたいというか、誰かが喋ってるのは俺喋んないかな。あ、でも誰かしら会話してるのが一番いいかな。うん、なんかだってだせっかく一緒にいるのに黙ってるってもったいないと思っちゃう。何の呼吸だった。間がおかしいよ。そういうのを劇団で習ってるから。どういう演者なんだよ。間の持って行き方難しい。なんかほら漫才も間が大事じゃない。そうですね。歌も間が大事だって、はい、俺最近言ってて、うん、だからね、まあこの前 K プロさんっていうさ、はいはい、新宿にあなる劇って劇場があって、はい、あ吉本さん以外が出る劇場なんだけど見せてもらってね。で結構前 M1 だっけなんかでまっちゃんも間が大事だよねって、そのゼロコンビは何秒で全然違うって話をしてたことがあってさ、はい、でね、あそういうなんかそれから間を気にして見てんのよ、そのいろんな人のお笑いとかもそうなんだけど、だからちょっとずれるだけで全然雰囲気変わってきちゃって、で歌もそのためとかあるわけ、はい、うん、音のそのスタートじゃなくてちょっとこううーんって始まったりとかするんだけど、うん、そういうのもあるから結構ねその間の使い方がうまいとやっぱうまいなと思う、うん、演技もそうですね、うん、演技もそうなの、はい、うん、演技もセリフとセリフの間の、うん、間で感情を表現したりとか、ね、だから間の使い方めちゃくちゃ大事にした方がいいよね、うんうん、だからトークも間が こうあるかもしれないじゃん、はい、うん、ありますね、だーっとずっと喋ってるとさ自分ばっかりって言っちゃうしさ、うん、なんか一呼吸置いてじゃああなたの番ですってただお互い会話し始めたらいいんじゃん、うん、でも一番いいのは気にしないで喋ること、はい。そうですね、気にしないで喋れたら一番いいんじゃないですか、うん、俺こんなに喋ってんのに喋んねえなーって思った時点で多分、うん、もう多分空間が良くない、良くないですね、うん、なんかまあ俺だけ喋っちゃってごめんねって、あいいの聞いてたからとか言われたら一番幸せじゃん、うん、うん、そういう返しがいいよ、ありました。はい、あ、じゃあなんかパンの選んでみる、時間的にラストですかね、はい、ラスト、じゃあ、うん、占いって当たる、占い信じる、占いは都合よく信じる人、ああいいとこだけ持ってくる、はい、占い師に見てもらったとかある、ないです、あ、ないの、はい、じゃあ何で見てるの、朝の朝の情報番組のあ上出てるやつ、はい、星座ランキング何とか、はい、あれ全部嘘だからね、12位の方ごめんなさいっていうのがね、うん、イラッとする時があるんですけど、なんかね、俺昼の帯番組の番組やってたことがあって、はいはいはい、占い担当だったの、おね、でまあ有名な先生だと、うん、結構当たると評判の人ね、で、あちょっと来週の占い、まだもらってないから連絡して受け取っといてって言われたから、まあ電話してかけて、ちょっと結構まだ来てないですっつって、はい、あ、わかりました、で次の日か次の日ぐらいからバイク便かなんかでさ、バンって来たの、こんな束来たの、おう、うん、どういうことか分かる、もう5センチぐらいのなんか原稿ですよね、何かというと、はい、1年分送られてきてる、おね、それをもう1年分毎日やってるだけだから、うん、本当にこれ占いっすかってなんだよ、1年分、うん、でもなんかルーティーンみたいなやつありますよね、あるあるある、
僕はあのバイトで占い師やってたことあって何いかがわしい、いかがわしいって言わないで。うん、で何、いやだから結局なんか僕がこうそのカードの占いとか、うん、その過去の統計みたいな感じで占いができるとかいろんなパターンがあるんですよね、うん、占いって、うんうん、だからカードリーディングだったら、はいはい、そのカードの意味とか覚えてしまえばできてしまうし、うんうんうん、であのそういう統計学系だったらその例えば誕生日とかで見て、うんうんうん、あじゃあここに当てはまるからあなたはこうですね、うんうんうん、みたいな言い方ができるんで、うんうん、統計学的なことを考えるのであって言われば当たりやすいなっていうのと、うん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 、カードリーディングは本当になんか差があるなみたいなの、あのタロットとかそういうやつ、そうですね、うん、はい、バイトで占い師できるぐらいだから当たんねえよ、ちょっとおーってのなんか占い師じゃないけど最近まあほら法事とかさ、あのあるじゃん、お坊さんがバイトだって知ってる、あーらしいですね、お坊さんバイト、あのね本当はお坊さんって、まあ、宗教法人だからちゃんと資格が、はい、資格得るっていうのかな、その宗教ごとにまあ免許みたいなの出してちゃんとお坊さんですよってやり取りがあるんだけど、頭丸いやつに今日もあそこ行ってきてっつって車でビーッつって服だけだからコスプレだよねお坊さん、でお経っぽいのをスマホから流して流して、で1日5000円ぐらいもらって帰るんだって、でもお経流すんですか、だって自分で言えないもん、うん、だからスマホから音をこう胸にしまって節間赤半ってかけ直す、で5000円くらいもらって帰ってんですよみたいな話してた、もう何のありがたみもないよね、まあ、それを聞いちゃうとそうですよね、うん、僕あのとあるお葬式に出たんですけど、あのなんか仏教式じゃないんですよね、神道、はい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 、お榊って言ってそれをなんかこう置くみたいな、うんうん、そういうやつだったんですけど、うんうんうん、びっくりしたのがなんかその火の棒みたいなのになんか魂を入れるんですって、はい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 、はい、でそれの儀式みたいなのがあって、うんうんうん、なんかあの本当に普通の司会の方ですよ、うん、なんか司会の方が急にハラって言い始めたんですよ、そしたら急にあのその会場が真っ暗になってなんかこうピカピカピカみたいなそういう演出が入って、うん、パッて赤くなったら、うん、はい入りましたっていう、また不思議な葬式、いる人はその仕組みみんな分かっているのか、いやでも僕知らなかったんで、そもそもその神道のお葬式が初めてだったので、うん、普通だからお坊さんがいてとか、まあ仏教徒が多いからねじゃないですか、お坊さんまずいなかったんですし、うん、いやなんかいろいろあるんだなお葬式って思いますけどね、キリストの人はね、うん、俺も何回か行ったことあるんだけどね、うん、まあまあいくつかやっぱ宗派があるからやり方も違うんだけど、うん、俺それは見たことないな、しかも司会の人がやるんです、司会の人がやってた、もうライブみたいじゃんね、はぁーってビュ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 イエーイいやだからなんかそういうの OK だったら本当にお笑いライブお葬式みたいにしてほしいなって感じ、ね、うん、はい始まりましたみたいな俺そうそう自分の葬式をあの葬式ってさ黒白のタイプあありますね、あれ絶対赤白にしてくれるめでたい、うん、みんなで俺の悪口バーッつって、うん、お酒いっぱい飲んでっていう話、ね、もう10代ぐらいからそれ、あでもそれいいかもな、なんかさ締めっぽいの嫌ですね、ま、うん、悲しんでくれるのは、まあ、悪い気はしないけど、うん、悲しんだところで変わらないから、うん、だったらもう盛大にパーティーの方がいいよと、お祭り気分でやった方がいいと、だからね、みんななんかいろいろ雲持ち寄ってさ、イエーイっつってビールで乾杯っつってさ、うん、あいつは死んじまったなーみたいな方がいいじゃん、すっきりして、で、どうせだよ、同窓会みたいになったり、うん、親戚の集まるタイミングなんだから、うん、だったら皆さん、おご無沙汰ですみたいなさ、もっと軽い気持ちで、うん、こんな本日はみたいなじゃなくて、もっと軽い気持ちでやれば、うん、いいんじゃないかななんて俺は思ってるんだよね、じゃあ我々もね、そういう時になった時にやっぱモーニングとかね、やっぱどうですかってねシャンパン持ってお祝いするのがね、頼むよ、うん、シャンパン持ってだから俺の葬式にそうやって来いよドレス着て高いハイヒール履いてまあ、なんか
くらいのはちょっとなと思っちゃう。まあ、でも確かに僕も嫌ですね。なんかね、まあ、送り出すんだって楽しくやればいいじゃん。悲しんでも帰ってこないし。今日はあんまりぐずってないですけど大丈夫ですか？あ、そうだ、やべえ。俺あんまぐずってない。俺のまともなとこ出ちゃった。どうしよう。そのアピールだったら僕怒りますよ。いや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 、なんでなんでなんで。普通のことじゃん。いやいや、ぐずりおじさんなんだからぐずりなさいよ。どんだけ身を削ってぐずってると思って。テーマがさ、そういえば今日あんまぐずるネタねえなと思って、結構まともなの俺持ってきちゃったね。普段のまともさが出ちゃって。どうしよう。わざわざ言わなくていいの。でも占いさ、そう、ホーリーがやってるぐらいだから信じた方がいいよな。やめて。いろんな占いの方いるんだから。でも占い、まあ確かにね、あのさっき統計学って言ってたじゃん、統計学あるよね。そう、だからでもなんか最近なんか携帯番号の下4桁でなんかこういうのが分かるみたいな占いがあるらしいじゃん。うん、そう、でも前からあるよ。あれと一緒だよね。画数と一緒で、その番号の数字が、今年はこの数字がいいとか、あと、まあ生命判断の画数とかも24とか32がいいよっていうのは知ってるから、みんな無理くりそれに合わせるじゃん。芸人さんもよくさ、解明するじゃない。なんか、あ、しますね。最近だと誰だろうな。なんか解明した人いたよね。津田さんじゃなくて、ゆうすけさん。あ、ゆうすけ。もともと違う名前だったよね。そうですね。あの人もなんかさ、番組内でさ、占い師に見てもらって、今の学生よりこっちとかいいよっつって変えて、で、大ブレイクするって言われてるけど、そうでもないね。まあ、いやいや、この夏ね、27時間テレビ出てたじゃないですか。これからですよ、あの二人は。古いとね、なんだっけ、お猿さんか。そうですね、お猿さんと。知らないよね。知らないですね。改変してたよね。してましたね。はい、まあ、だからそういうの、原価つくっていうのかな。まあ、統計学だから、あくまでも、その画数の名前の人がこういう人生になった可能性が高いよっていう、だから全員がそれで成功するわけじゃないし、手相占いも結構統計学だね。手相とか俺まっすぐなの。おー、めっちゃまっすぐ。両方まっすぐあるの。マスカケ線ですよ、手相もだからそうだよね。なんかお笑い芸人さんの線路ってやっぱ言われましたね。ここがなんかこう網々だとなんか面白線ですよ。二回戦敗退なのに。シューン。アイドル線とかもあるらしいじゃんね。わかんないですね。綺麗な手してるな。なんか真っ白ですね。真っ白。何もしてない人で、ね。苦労を知らない手ですね。苦労だらけだな。そうだよな、俺たちゴツゴツだよ。そうですよ。そうでもねえな。これで取れたかな。これで多分今70分ぐらいです。70か、どうしようか。1本目みたいな感じにしといて、次もう一本にするか、流しで使えるとこつまんで、流しで使える感じでいっちゃうんで、あとエンディングさえ取れちゃえばいいかな。オッケーです。取れ高は結構あると思うので、じゃあさ、はい、あれだ、なんかツイッターの方で来てて、あ、X の方で来てたやつで面白そうのない、ちょっと見てみて。あ、いいよ。あ、充電してた。電気泥棒だった。すいません。電源をお借りしてます。せっかくだからさ、なんかコメントくれた人たち拾えるといいんじゃない。そうですね、その紹介だけしてあとエンディングで終わりましょうか。これで下がってみてくる。はい、持てよ自分で。何俺手元。お姫様か。冷たい。あれない。私やってましたよね。何を。それ私やってましたよね。やってましたよ。ちょっと見合わなありました。もうさ、
多分自分ちゃんと全部返してました。なんだよ。DD って言うの DD ですか、うん、あの誰でも大好きで、あ三推しと逆の、うん、いっぱい推しがいる人、うんうんうん、のことを。え、みんな何一人しか応援しないって少ないんじゃないの。そうですね、何人かやっぱりさ、はい、いるでしょ。死っていう言葉があるから、うん、え、じゃあ沢田香音だけをずっと応援してる人もいるの。はい、でも私のところは少ないですね、結構 DD の人が多い。楽しむ人もいる、うん、メンバーもそれあるもあるし、うん、ファンの方の気持ちとしても楽しみになりたい人もいれば、うん、DD になりたい。なるほどね。なんかカノンに会いたいけど会えないっていうのがあるから、これでちょっと広げてみようか。会いたいけど会えない、うん、はい、広げられる。会いたいけど困ってんじゃん。そうですね。どういけそう、会いに、うん、愛に、え、愛に来てもらうためにってことですか。そう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 、あ、みんなぐず結構ぐずってんなと、はいはいはい、会えないってことに対して、はい、うん、じゃあどうやったら沢田ファンにもっと会えるんだろうねって話を膨らます。膨らみそうですか。それは膨らませないが腕の見せるところ、はい、何にもないところから笑いを取るのはプロだった。あめっちゃ見られましたけど助けてくれたよ。よし、ここで2回戦の力出すぞ。怖い怖い怖い。はい、いや、いきますよ、はい、じゃあ5秒前。いいよ、喋ってみ喋ってみ今話したじゃん。なんかたくさんね、あの、ね、もう助けられたし。メッセージが来てまして、はい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 、あの私もあの X、ツイッターの方、うん、元ツイッターの方であのハッシュタグで皆さんに最近のぐずりをこう募集してみたんですよ、うん、おお、どんな来てんの。そしたら結構、うん、こうやっぱ SKE のライブとかカノンに会いに行きたいけど、うん、行けないっていう、うん、切実じゃん。くれてる方がいて、うん、そうなんですよ。例えばバイトお仕事が忙しかったりとか、うん、あのスケジュールが合わなかったり、うん、時間が普段ってさ、どういう時間帯でやってんの？その劇場、境にあるんだっけ？はい、劇場は、うん、あの夕方が主に多いですね。あ、日中だけど、もうやっぱ仕事終わり狙ってやってんだ。そうですね、平日はやっぱりそのお仕事終わりに来れるように、うん、夕方の17時、早くても17時、うん、遅くて18時半とかからやってますね。じゃあ仕事を日中してる人だったら来れそうだよね。そうですね、でも遠方の方、うん、愛知のお住まいじゃない方とかはなかなか来れなかったりとか。どこ遠い人どこにいるの。アラスカとか。アラスカ。あ、でも本当に外国にお住まいの方もいらっしゃいますし、うん、あ、そうなの。そうなんですよ、配信とかはあるので、うん、そこで見てくれたり。まあ、そういった意味だとさ、やっぱこうネット社会になってさ、はい、どこにいても見れるようになったもんね、うん、でもやっぱ生でな、現地に来てほしいよな。はい、だそれどうしようか、ぐずってる皆さん解決してやんないと。ぐずりお姉さん、ぐずりお姉さん解決。なんか解決法提示してやんないよ。だってみんなぐずってんだから、よしよしってするかかりだろ。はい、でもよしよしはするけど解決はしてあげられない。それを考えろっつって。よしよししてあげる係なんで。かな、だから会う定義をどうするかですよね。例えば、うん、もう生身の人を見たいっていう部分が会うっていうことであれば、それに近いものを何か作るべきだと思うんですけど。なんか難しいこと言い始めた。そうなんだ、なんだ、うん、まあ、例えばなんかそれこそね、あのサンちゃんぐらいの重さのものだけポンって渡しておけば、え、会ったことにはなるじゃないですか、物質的には。え、どういうこと。重さで言ったら分かんないですか。もうなんか今やばいやつだ。
ピーヤみたいな感じか。だからあれだよ、あのこれをサンちゃんとして大事にしましょうみたいな提案ってことでしょ。だからサンちゃんと同じ重さの石をこう用意して、うん、これがサンちゃんですと。はい、ないですか。いやでももうあるんだ。じゃあ、いやあるけどさ。いやだってそもそもそのね、なんか CD だったりとかね、映像とかは見てるわけじゃないですか、はい、あとはこうなんていうんですか、重さというかなんか物質を感じたいわけでしょ。物質が感じたいのか。じゃあなんかじゃああれですよ、体積的ななんかあの なんか風船みたいなのでもいいんじゃないですか。物質かなあ、まあ、温かさの方がいいんですか。じゃあそれこそなんとか36度ぐらいのお湯とかでいいんじゃないですか。止まんねえな。そう、36度のお湯をこう触って、あ、これがサンちゃんかみたいな。バシャバシャやりながら、そういう問題なのか。いやでもなんかこう会いたくても会いに行けないっていうのはね、うん、うん、それこそね、いろいろ感じたいわけじゃないですか、ぬくもりだったりだとか、こう話してる声だとか、うん、どうなんだろうね、どれぐらいの、もう会いに来てない人って一回も見てないのかな。あー、会いに来てない人って、なんかほら仕事で会えないとか時間ないとかさ、うん、遠くに住んでるとかは、うん、もう一回もちゃんとした沢田カノンっていうの生の人間見たことないってこと。あ、一回もっていう方はあんまりその、うん、いないかもしれないです。行ったことがあるからこそまた会いに行きたいけど、うん、今は行けないっていう方が多かったり、そうすると年何回とかのペースなのかな。年何回でも公演ってこう当たるシステムなんですけど、公演だったら、うんうん、はい、あの当たらないと来れないんですよ。でも当たったら毎日来れる方もいる。おー、倍率どれぐらいなのそれって。どれぐらいなんでしょう、ちょっとわかんないですけど。なんでんだ、はい、でもまあ外れる人もいるってことだよね。そうですね、はい、ああなるほどね。あ、それは確かに会いたくても会えないだね。はい、それが公演当たらないっていう、うん、原因というか、あの理由ですね、会えない人。なるほどね。くじを上げる方法を考えてる。それいいね。だからさ、あのどっかで私のために、うん、運気が上がるみたいな、うん、お祈りしてくるとか、神社行ってさ、来れるように皆さんのために手合わせてきましたっつったら、ちょっとこれぐずり解消なんじゃない。なるほど、うん、神社に行ったりとかはしてないですけど、うん、配信とかで祈ってはいます。え、あのちゃんとなんかおーみたいな感じでさっきのお葬式の話でしょ。来るぞ、はい。はぁーとか言ったり、うん、当たれーとか、どんな力持ってんの、当たりますようにってお祈りはしてあげてます。はい、サンちゃんパワーできっと当たるよとか、うん、あの当たれ当たれおまじないはしてます。それで当たってるのみんな、うん。当たりやすくはなってると思います。だからほら正式なさ、日本のでっかい神社とかさ、はい、お伊勢さんとかさ、うん、あれともチャンスがあったらさ、はい、もう皆さん当たりますよ。あ、それはいいかもしれない。しっかりグッとやって日本の神様にお願いしてきてね。あ、芸能神社行ったことある？あります。はぁ、やばい、出てこない。名前が出てこない。行って、あの、建ててきたんですよ。何を？お墓を？違う。あ、そうだ、俺そうだ、うちの娘がさ、芸能神社に行ったのよ、はい、はい、京都にある。あ、そうそう、京都。名前どう忘れしてる。あ、神社の名前、はい、まあいいんだよ、芸能神社ついてる。でそこにね、うん、名前がこう赤い札が書いてありますよね、いろんなタレントさんとかね、歌手の方が。でね、うちの娘出しに行ったらさ、うん、ありますよって言われて、うん、なんか2人兄弟あるんだよね、うん、あ、あります。うん、だから、うん、そうだ、ああいうとこでさ、そう、一緒にお願いすればいい。皆さんが、皆さんも私に会いに来れますように。あ、それはいいかもしれない。今日したら神様違うんだけどな。もう聞いとくか、ね、それで宝くじ当たったら私のものにします。うん、うん、じゃないで。シェアしようよ。さあ、メールもたくさんいただいてますよ。はい、はい、気になるやつありますか、ね、紹介してみて。大阪からせっかくアシスタント MC っつって単なる俺たちのおもちゃになってるから、はい、ちゃんと読むところやってみよう。読むところ、うん、
じゃあ読ませていただきます。はい、ラジオネームつかっちさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。新番組ぐずりおじさんスタートおめでとうございます。そしてさんちゃんこと澤田かのんちゃん、アシスタント MC 就任おめでとうございます。ありがとうございます。さんちゃんは今 SK48 として新公演やパレオ選抜として頑張っています。新公演のユニットのメンバーで釘付けインクというめっちゃ可愛い天使みたいな曲を歌っているので、その曲をリクエストします。曲を聴いているさんたちの感想を教えてください。お願いします。おじさんたちも聞かなきゃいけないんだ。はい、聞いてください、はい、めっちゃ可愛いんで。今日エンディングらしいですよ。あ、これ、はい、いや、ダメだよ、俺の許可出てない、あ、そうなんですか、じゃあもうはい、つかっちさん、残念でした。じゃあでもさ、そこまで可愛いのってちょっと聞いてみたい気もするね、うん、はい、聞いてください、うん、ぜひ。何それ何、最近発売したの。そうです、その声出していこうぜ、前回のエンディングで流させていただいたのと同じ時に、うん、そう、俺さ、なんかね、この前何気にこう仕事してたら、はい、たまにさ口ずさむときない音楽、それが声出していこうぜでびっくりしちゃった。あれ何の音だっけなと、あ、エンディングだと、嬉しい、タタ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 、あれ何の歌だっけと、あ、洗脳されてる、洗脳って言わないで、やられた、アントさんのね、やられた、曲なんだから。だからそれぐらいになる勢いの曲だな、うん、はい、そうです、いけそう、はい、なんか天使みたいってのは、天使、そう、衣装があるんですけど、うん、公演で歌わせていただいてるんで、うん、衣装があるんですけど、天使の羽が生えてるんですか、後ろに、はい、みんな生えてるの、そのユニットのメンバー3人は衣装に、あ、3人の曲なの、そうなんですよ、え、声出していこうも、そもそも、声出していこうぜは、あの、あ、全体の、いいとか、はい、チーム、なんか公演で、うん、声出し健康図公演っていうのをやらせていただいてるんですけど、うんうん、公演って16曲17曲あるんですけど、うんうん、全体曲みんなで歌う曲とユニットって言って3人とか4人とか2人とか1人とか、うんうん、少人数で何曲かそういうパートもあって、うん、その中の1曲です。で、それは3人で歌ってる、はい、はい、3人で歌ってます。じゃあ今日もうしょうがないからさ、はい、次回弁当作ってきてくれるっていうか、なるほどか、はい、弁当楽しみにしてます。ラジオネームカレーマンさんからありがとうございます。初回と2回目の放送を聞かせていただいたのですが、キムタクのカレー臭はカゲルダの握手会に嫌な人がどうするなど、あまりアイドルだけの番組では聞こえてこないトークが聞くことができて楽しかったです。9月の放送も楽しみにしていますということです。そんな話しましたっけ。してない。しましたよ。しましたよ。あれ、あの他局じゃないですか。だよ、ね、俺らだって正統派だからね。そんなキムタクのカレー臭がどうとかつらくないもんね。ほんと、大好きだもん。で、キムタクはかげるの。はい。かけますよ。大丈夫。大丈夫の意味がよくわかる。俺ら変えてもらってないな、うん、今日ノーチェックで入っちゃった。いや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 。ガチの否定だもん。でも本当たくさんね、あの X とかもね、メールとかもいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、基本メールはあのサンちゃんのファンの方いっぱいでね、ありがとうございます。サンちゃんのファンだけでしょ。そうですね。嬉しい、ありがとうございます。我々のことは一切書いてない。あ、俺でも DM 1個来てた。本当ですか。うん、知らない人が。なんか来てました。うるせえって。わかんない、サンちゃんのファンかもしれない。じゃあもう、あの、うるさくないって言っとけばいいんじゃないですか。うん、大丈夫、俺思ってるから。うるさいんじゃないんだよ、騒がしいのって。大阪の長さんからも、はい、番組聞きました、ぐずりおじさん面白いです。お、特にさんちゃんがおじさんたちにブラッシュアップされてどんな成長を遂げるのか興味津々です。楽しみにしています。成長なのかな、どうなんだろう、ね、対価かもしれない。いやいや、本心を暴いていく番組なんじゃないですか。もうどうさんちゃんね。でもこんなさ、アイドルが責められる番組ないだろうね。自分でも思うよ、ひどいなって。あ、自覚はあったんですね。一応ね。
さあもう一つ来てるので、じゃあこれさんちゃん読みますか。はい、じゃあラジオネーム山ちゃんアットマーク初恋サイダーさんからです。かっこいいねこの名前、初恋サイダー、うん、初恋サイダーって曲があるんです、はい、あ、そうなの、はい、かんちゃん、初アシスタント MC 就任おめでとうございます。ありがとうございます。初回放送ドキドキ気にしながら聞いていましたが、ガンジさん、ホーリーさんのトークに見事な返し、さすが日頃からおじさんファンの対応しているだけのことはあるなと途中からは安心して聞いていました。ガンジさん、ぜひカノンちゃんのまだ隠れた才能をムキムキして唯一無二のアイドルに育ててください。初回放送も楽しすぎてあっという間の30分でしたが、これからも楽しみにしています、とのことです。はい、ありがとうございます。もう脱がせたからババシャツは分かってるよそうですね、ね、衣装を脱ぐとあのカイロとかね、だって自分ともね、脱がせる楽しみあるでしょ。はい、コメントしなさい。はい、それではズブリおじさん、今日はここまでです。皆さんお楽しみいただけましたか、お別れの曲は8月2日に発売されました SKE4。 すごい、読んで読んで、邪魔してるだけだから。あ、びっくりした止まっちゃったSKE4 とチーム E 声出していこうぜ公演から次付けインクです。次回もお楽しみにちょっとやりだしたらいいな、ね、すごいわーって消してたら呼びづれかなと思って、いやーとか言うかなと思ったら本当に止まっちゃったら、止めてるのか止まっちゃうのか、違う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 、大体大丈夫だから何でも、はい、何もしよう一言、あ、キビてるわ、あ、キビてるうん、そうだな、ハニートラップ僕は好きですよ僕は好きですよ、事務所的にやばいちょっとやばいかもしれない。じゃあ何がいいか、どんなキャラ弁が好きですか、皆さんはどんなキャラ弁が好きですか、私のおすすめは何なのです。私のおすすめは、はい、見えました。じゃあ曲のとこからいきましょうか。お別れの曲はからください、はい、いきます、どうぞ。お別れの曲は8月2日に発売されました SK48 チーム E 声出していこうぜ公演から釘付けウィンクを聴いてお別れです。次回もお楽しみに。さあ皆さん、どんなキャラ弁が好きですか。私のおすすめはガリゾーです。誰バイバイ、誰、あ、お疲れ様でした。ガリゾー誰、誰ですね。ガリゾー誰、花かっぱのキャラ、あ、言ってたな、それ。お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました。ちょっと確かに今回ぐずり足んなかったな、うん、夏バテですか、途中から眠かった反省してます。ちょっともうちょっと僕が爆発すればよかったですね。いやいや、でもまあこの前よりカノンだいぶ喋れて入ってきてるからよかったよ、全部切り込んできたから、多分さ、今の感じだとこの前まだ備え付けだったけど、今日は3人でって感じだいぶあのピーってピーってよいしょ